続きまして、いよいよ来週7月9日木曜日に発売の任天堂 3DS 用ソフト、はい、大法廷バトル大逆転裁判なるほど龍之介の冒険発売直前スペシャル、よっしゃー、いきなしー、さあ今日も来てくれました小島慎太郎プロデューサーです、どうぞー、うわー落ち着き、なんとも言えない落ち着き、完全にもう大丈夫、遅れることもないっていう感じの落ち着き、児玉くん見てる誰や誰や誰やねん、いつもスタッフが見てるって、よかったね、はい、はい、大逆転裁判プロデューサーの小島慎太郎です、よろしくお願いします、なびいてる今日も、いやこれでね、つけてるってことは、ね、あれこれ何ですか、え、なんだ見えないと眼鏡かけるから、ああそうか、いやキャラ変わっちゃったろこれ、うまいそう、これただの受験生まあ受験生だ、始まりしてるよ、受験生だ、一応こんなもついてます、ああ、これこれいいじゃないですか、ジャッジ、うん、あそぎ、あそぎですよ、はい、あそぎではないんです、あそぎではない、うん、あそぎぽいカズマではなく、あそぎ小島、あっあーみたいな感じのね、あ、そう、小島、小島よろしくお願いします、はい、そしてあのリツイートキャンペーンもね、これもね、あと、そうですよ、うん、みんないいものなんで、いいですね、リツイートしまくってあげてください、お願いします、はいはい、さあ、小島慎太郎プロデューサーがですね、あさっての方向へどんどん行きますけども、そうですね、一体何のプロデューサーかよく分かんなくなる、そうそうね、本当に大逆転裁判です、もう今日はもうバーンと押していっていきましょう、バーンとね、平井さん、行けなくなっちゃうからね、うん、行くよ、9時半になったら行くよ、でも何、途中でも行っちゃう、途中でも行っちゃう、じゃあ楽しみましょうか、うん、何早くしてよ早くね、巻き早くして巻きで行きましょうね、何だっけ、今回あのいろいろとあの発表事がありますそうそうそう、それを言いましょう、それを行きましょう、行きましょう、まあ怒られちゃうよ、そうなんですよね、本日見どころと言いますか、はい、あの先日今週のですね、頭の月曜日にですね、うん、あの発表会がありまして、いろいろと発表させていただきました、はあ、まあ、あの CM のタレントさんの発表だったりですね、そうですね、あとは他にもですね、スクラップさんの選考、うん、体験会だったりとか、あとダウンロードコンテンツの、まあ、詳しい情報とか、とか気になる、はい、あと明治村のコラボとか、まあ、いろいろ盛りだくさんで情報がありますので、すちょっとどんどん巻きでいきましょうか、巻きでいかないと普通に言ってもらっていいんでそこは大事なんで、バロックゴージャックスです、はい、僕が帽子を取った時はバロックゴージャックスだと思って、分かりにくい分かりにくい見ても誰も何も思ってない、巻きでいきましょう、え、巻きでいきましょう、意義ありや意義ありやなしってザリノスケやぞザリノスケやぞ、俺はここら辺はちょっと雑にいっちゃう、そうよ、余計なところで挟みますあ、出た、ザリガニだけによっということでですね、はい、発表会、はい、いろいろ発表しましたので、うん、まずはその、映像の方を見ていただきたいと思います、どうぞ、どうぞ、人差し指やで誰だろうが着る、ああ着る、これさすがに僕のサイズじゃないんで、ね、しかもこれはスワトソンちゃんイメージしてもらうあららドラゴのやつ展示してたんですけど、可愛らしい、可愛い、これショコラちゃん着れるんじゃん、あら、ほんま、着れるでしょうね、タイトルですよ、ここら辺のユーモスケイメージして、あ、いいですね、いいね、ここら辺もね、イベントで活躍してた、ね、ポップも並んでおりましたね、並んでおります、うん、さあ、このポップはうっこり急に前にドーン来たな、ここ前やな、なんやね、いらんやついっぱい入ってんで、はい、そうですね、匠ディレクターも登壇してもらいました、ちょいちょいね、いらんやつ入ってますね、そうそう、ここは少年を相手に、ツッコミとか矛盾を指摘して、真相は暴露するんですけども今回その陪審員という、すぐに有罪って言っちゃう人たちが出てきてですね、彼らを、論理でねじ伏せるという新要素が入っております、それが陪審バトルです、いやみんなうまいですよ、さあそして今回のチームタレントさんであるお二人に出てもらいましたね、お、うん、竹山さんはそうですよ、そうですよ、じゃあ俺パンパンですね、二人ともパンパンですね、小島プロデューサー今回お二人に CM 出演をお願いされた、はい、という経緯はどういったものがあったんでしょうか、そうですね、いろいろ悩んだんですけれども、はい、やっぱりこうツッコミの
ね、竹山さんのこの龍之介と同じようなツッコミだったりとか、はい、まあ、ホームズの、ね、こう天才的にひらめくと行動力、ありがとうございます。それやっぱ山崎さん、どの辺り全然緊張してない、すごい合ってるなと、左足先ほども説明しましたね、分かれへんよ、ちょうど推理みたいな、はいはい、よりやり取りがチームでも再現できるんじゃないかと、俺ツッコめろ思うなよ、お越しいただきました、いやいや、僕やそれ、ツッコミ、でもこれもツッコめろ思うなよ、契約の方もよろしくお願いします、まだ早い、ゆっくりね、まず大逆転裁判をブーム巻き起こさなきゃいけない、それはこのイベント終わってからちょっとね、そうそうそう、この二人面白いですよね、本当にお腹痛いぐらい笑ってます、おー楽しそう、ね、なるほど、龍之介のイメージキャラクターに僕増やしていただきましたけど言いながら笑ってある、なるほど君はですね、全然こんな感じじゃないで、もっとシュッとしてますし、そうです、ね、もっともっと頭も切れる、若者になってますんで、いろんなシステムがあって本当に夢中に、誰でも簡単に夢中に遊べるゲームになってますんで、うん、ぜひとも、このシリーズを知らない人もですね、今回からちょっと始めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、うん、シャーロック・ホームズらしさをですね、このプライベートでも出していってですね、どういうことプライベートのやっぱプライベートの意義ありっていうような、自然と意義ありのね、言葉が出てくるような、シャーロック・ホームズするために入ったと言ってました、ただこの大逆転裁判のお値段設定の方、意義なしでございますありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、内容がないんだよいいな、まあ、後半ちょっとゲーム説明いろいろさせてもらった感じで、ランドストマガジンでダウンロードコンテンツの紹介だったりとかですね、明治村さんとのコラボだったりとか、これはなんか気になるな、そうなんですこれ、結構盛りだくさんで、そして不動産情報サイトホームズさんとのコラボ、これ何これ、ホームズくんとホームズ夢の共演、パピマデザインさんとのマデザイン、アクセサリーこれすごいんですよね、いいな、右手が緊張します、全然わかんない、分かれへんって、だから、細かい、グッとしてグッとなった、意気込みよもうすぐ発売の意気込みですよ、そうでした、いろんな発表あった、うん、これちょっとおさらいしてよ、しますします、頼むよ、はい、うん、はい、よしまあ、まずもろもろとあるんですけれども、うん、まあ、改めましてというかですね、ぜひ、まあ、タレントさんの CM とかも、そうですね、展開したんですけれども、うん、ちょっとなんかパワーポイント、まずこれですね、あ、はい、博物館明治村、これあの愛知県にある有名なところなんですけど、うん、はいはいはい、そう、はい、敷地総面積がですね、これ橋本さん得意な、そうですね、うん、東京ドーム21個分です、おー、リハでは25個って言ってたのに21個分です、4個ドームが増えたらだいぶでかいですからね、まあまああんま分かんないでしょ、21個分まあ、21個です、まあ、そういう敷地内にですね、うん、その明治時代の本当の日本全国から集めた、うん、まあ、レアなそのなんか建築物とか建築物とか資料とかたくさんある場所で、まあ、歩いて見るだけでも非常に楽しくて、当時のもう明治時代をちょっと体験できる非常に面白い場所と思います、世界観がね、コラボいたします、行きたい行きたい、はい、でですね、はい、またこれもですね、スクラップさんとのコラボでリアル脱出ゲームも絡めたそのイベントもありましてですね、今回夏目漱石さんにも登場してもらうというところで、まあ、明治時代の文豪である夏目漱石を絡ました、まあ、ちょっとイベントも考えておりますと、無罪は無罪である、はい、あ、そして情報上、あ、不動産情報サイトのホームズさんとですね、これめっちゃおもろいね、夢の共演ですよ、ホームズくんとシャーロック・ホームズのコラボとね、こんなん誰が考えんの、こんな面白いなんかみんな、みんな雑になったな急に、ホームズくん、これ引っ越ししたらなんかあんの、これはこれ、あの検索して、はい、まあいろいろと情報を見つけていって、うん、本当の答えを見つけ出すっていう企画がちょっとあるんですけど、まあ、詳しくはあのサイトの方を見ていただきたくて、あ、気になるこれ、まあ、具体的には7月16日からスタートということなんですが、なんと勝利者には100万円が当たるという、現金100万円、だからもう100万円当たる前提で大逆転裁判も100本ぐらい買ってもらえば、おいけるいける、しかも引っ越しもできる、おで、いいですね、いやちょうど引っ越ししたいと思ってたからやるわ、じゃあ先に100本買っていただいて、100本先に買う大逆転裁判を、本当、じゃあ自分自転車買ってよ、まあ、日本を売り歩くからね、わかりました日本売り歩くよ、自転車、どこがですか、自転車に乗って旗立てて、そう、なんか焦がない焦がない
ずっと押していくから。だんだん焦がしてくださいよ。それぐらいの気持ちで。何の意味があるのそれ。ね、こうやって押すんで。はい、そしてですね。はい、シルバーアクセサリーのファティマデザインさんとのコラボがあります。さっきのやつじゃない。さっきのそうですね。映像ありました。じゃあ次お願いします。おお、これ。かっこいい。はい、龍之介デザインのまあジャスティス正義のペンダントとシャーロック・ホームズイメージのロジックのペンダントですね。そうですね。かっこいい。これあのお手頃の価格のものと。ちょっと高めのやつが2つありましてですね、高めの方これゴールドの方なんですけども金そうですこれ結構いいお値段しますが、物はいいのでちょっとこれはサイト見に行ってびっくりしてください。そして両方ポチってください。両方両方ね結果ね結果両方、ね、はい。そして H 直人さんとのコラボでございます。さっきのでしたね、アイス・ワトソンちゃんをイメージした、はい、この服のイメージなのでこれ非常に可愛らしく、リュックとかも可愛いんでね、全部揃えるもよし、いい、ね、単品で買うもよしと、はい、これもおすすめのアイテムとなっております。ぜひ来てほしい。はい、そしてカラオケパセラコラボメニューでございます。はい、こちらはですね、まあ、いつもいろいろカプコンとのゲームのコラボさせていただいてるんですけど、今回も、大逆転裁判で、まあ、今まであの逆転裁判シリーズでもメニュー出させていただいてるんですけれども、それでは一味違った大逆転裁判ならではのアイテムがいっぱいありますので、次も出ますかな。はい、もう本日から7月31日までやっておりますので、皆さんぜひ食べてください。今映ってるのはカプコンバーの方ですね。そうですね、あの燃えてる、燃えてる、燃えてますよ。あれロンドン大法廷の天秤とソースが燃えておりますね。左側が燃えてるんで、これ完全有罪です。有罪です。あららららら、黒い皿と白い皿で本当だ天秤。そうなんですよ、うまいことなっとるわけですよ。これ逆に、うん、なるほど、有罪だからこそね、いいじゃないですか。いやすごいね、有罪だからこそやっぱ気になっちゃいましたちょっとやっぱこのね、ちょっと罪な人たちだなみたいな、好きなゲームだなみたいな罪なね。なるほど、そうやっぱり、ショコラ、ショコラの顔今なぜツイッターを見てたんだどういう意味だろうごめん、先に進みましょう。そうそう、あのね、そんなに深い意味ないのよね。ごめんなさい、僕も細かいと思う。いや、いいいい、みんな、いい。これ解決するとアメリカ行けないですよ。もういいいい、ごめん、適当に喋っただけだよ。つなぎ、つなぎ。巻かないとね、またね。巻かなくていい、ここは大事なとこだから。僕がいなくなるだけで、それでいい。告知はしっかりやる。そうですね。私はしっかりやりましょう。ね、横も擦れちゃいけません。そう。そう、皆さんパセラに来てください。そう、はい、バーもね、バーにも来てね、来てね、来てね、バー。そして一通り終わったので、一通り終わったので恥ずかしいわ、もうほんまに。発表ごとありますが、もっとあるんですよね。そしてまあ、CM の方もちょっと今もテレビの方でもやっておりますし、公式サイトの方でも見れるんですけれども、非常に面白い CM メイキングもありますので、そちらもちょっと見ていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。それはここもですね、もう明治時代ぐらいの古い建物で実際撮ってたんですよ。もう鍛えて、そうなんですよ、洋館で、もともとインドかなの大使館かな、で、インドってイギリス系だったので、今日は戦いです。頑張ります。滝野さん真面目ですからねそうなんですよ、山さんは。滝野さんね、ずーっと細かい注文もなんか答えてくれて、ね、俳優さんですからもう、いや本当に怒られちゃうこんな感じで、なんか真面目なやつもお願いします。いやいやいや、リリーシー、おいいなし、小林くんね、結構暑くてね、この部屋の中でちゃんと、指短いですね、カメラの角度で本当ですか。食べちゃったのかな。今帰ったから食べちゃったのか。素敵です。面白いです。おじさんが面白い。ちゃんとこの襟元とかもしっかりこだわって、背中も結構こだわってんですよ。背中ですか。デザイン見たいですよね。背中の。ちょっとね、なんかで見せたんですけど。おお、来ましたね。半端やな。は
竹山さんには絶対負けません。ぶっ潰してやるぞ。そういうやつじゃないですからね。これから元気に。いや本当ですよ。指がどっちでもいきますね。自由自在。楽しそうやもん。ねえ。うん。謎解かれへんしてやこれも。完全しろもん。特気ない特気ない。あちょっとキリッとしてる。キリッとポーズちゃんと取ってって。はい。熱そうですよね。はい大丈夫大丈夫。大丈夫なんかしなきゃ気が済まへんねん。サービス精神旺盛。メイキングとか。いいよ、いいよ。ねえ、いいから。もう嫌なのよ。そんな態度みたいなもん。やめて、もう。いつまでやってんの5個刺しとる。ありがとうございました。暑かったんだね。暑かったですね。皆さんこんにちは。大逆転裁判なるほど龍之介の冒険コメントとか広告イメージタレントに選ばれましたカンニング竹山です。アンタッチャブルの山口です。お願いします。どうもこんにちは。任天堂 3DS でついに、はい、大逆転裁判が、はい、キリーということで発売は7月9日ですが9日になります。めっちゃ読んでます。先に遊ばせていただきました。あ、ね、遊ばせてもらったんですよね。本当に今回あのテンポも良くてですね、爽快で面白かったんですけども、ちょっと見てらっしゃる方にはもちろんこれ名前は知ってるけども、実は遊んだことないよという人もちょっといらっしゃるかもしれませんね。でも逆に遊んだことあるけど名前知らないって人もいる。それはいないけどね。それは絶対いない。多分いないんですよ ね。どうだろう分かんない。でも、あの映画見たことあるけど名前出てこないってありますもんね。うん、でもあのゲームで遊んだことあったら絶対名前知ってるからね。遊んだことあるけど名前知らない方にも、もしいたらね、もしいたらそれもお願いしますね。手付けでございます。あのもう一度まとめますとですね、はい、あの過去のシリーズ作は好きで遊んでいましたという人、いや僕もね、実際過去遊んだことあるんですよ。はいはいはい。でこいつも遊んでます、ね、こいつじゃないですね、山崎さん。山崎さん、後輩なんですけどね、山崎、後輩、崎山、あえて今回山崎さんと呼ばせていただきますけど、後輩なんで、4期後輩なんですけどね、過去遊んだことありますよという人もですね、実は今回は全く新しいイメージにゲームなってるんですけども、やっぱりあのシリーズの面白さ、これはね、すごく生かされていて、そのまま継続されつつ、楽しいですよ、はい、でだから今回ですね、はい、逆転裁判シリーズを初めてやるという方もいらっしゃるかもしれません、あらやってみようかなと、その人も、うん、もう過去は楽しいですけど、もう過去はね忘れて大丈夫です。今回で楽しいです。いきなり参加しちゃっても大丈夫、ね、楽しめるように作っておりますんで、だからその一元さんしかもう受け付けないようなお店じゃないとかね、はい、いやいやいや、もううちは何でもなんから入ると受け付けますんで、もうそういう雰囲気になっちゃってる、ちょっともうすぐ出ますみたいな感じになっちゃう。いやいや、うちはもう今回そんなことないです。全然大丈夫、全然大丈夫。なんと言ったってね、私が扮してます。これね、皆さん分かりますよね、そうですよ、シャーロック・ホームズですね。誰も言ってないけどね、今誰一人分かんなかったけどね。もうまあイメージといえば、もう芸人界のホームズといえば、はい、私でございますからね。そんなイメージ一個もないけど、もうなんざね、頭脳明晰でね、推理もね、もうキレッキレなんですよ、これ、ね、いやいっ、お前のどこがかっこいいんだ急に。そうなの、こういうことなの、さすがです、こういうことなのに、はい、いや、お前は弁護士かって顔だよ。あ、なるほどね、まあ、俺は一応弁護士、ね、あ、弁護士か、そういうことなんですよね。その顔で、まあ、その早い早い早い、いやいや、これ以上ちょっとね、コマーのシャルの方で、コマーのシャルで、今のちょっと鈴木を、ね、私のちょっと言ったらしいんですけども、まあ、あの大逆転裁判というタイトル名からもですね、皆さん分かりますように、はい、もちろん裁判あるわけですよね。で、有罪を無罪にするっていう大逆転が、これ楽しいゲームということにね、気持ち、まあ、皆さん知ってると思いますけども、そういうゲーム、裁判もできるんです、自分で。そうですね、はい、逆にさっきも言いましたけども、はい、あ、そういうゲームやったことあるなと思ったら、それが逆転裁判でございます。そういうことですよ、逆転裁判しかないですからね、今そういうゲームね。そうですよ、はい、皆さん記憶の中でね、あ、なんかそれ、あ、逆転裁判って言うんだみたいな、それです、それです、あなたのそれです、それの新しいやつが大逆転裁判で出てるんです。そう、今度ね、そういうことが出るんです。お願いしますよ、買ってくださいよ、はい、大逆転裁判、7月9日発売になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
喋るわ。面白い。面白い。ね。いやメイキングよりあのコメントの方が長い。そうですね、あのメイキングはさらにあの本編っていうかあの公式サイトだとまだ。あまだ見れる。まだまだあの後楽しい。もっと長いんだ。いやでもそうなんですよ。コメントは何今回初出しなんですか。そうなんですよ、ね。おおすごいじゃないですか。すごい。わざわざこれ用にね。うん、カプコン TV の。うわうわ嬉しい。カプコン TV で初出した。そうなんです。いやーありがとうありがとうありがとう。ほんまに。ノリノリで。ねえ。まあ、今回の CM、うん、あの2人、まあ、ノリ的にやっぱ勢い欲しいなっていうやっぱりそういうところで、はあはあ、結構テンポのいいゲームでもあるんで、はいはいはい、まあ、ツッコミ、うん、龍之介の、うん、まああのね、ホームズに突っ込むような感じだったりとか、はい、勢いの部分でね、そうですね、はい、で、まあ、あの今回シャーロック・ホームズは、はいはい、その天才だけれども、うん、自由奔放なところとか真実の向こう側行っちゃうみたいなところもあるんで、はい、その勢いとかあそのもうこのね、バーンと行きたいと自由奔放感っていうのはちょっとザキヤマさんあ、お二人ぴったりですねっていう感じでちょっと今回起用させていただいたと、うん、あもう勢いで言えばあのアメリカザリガニの柳原っていうのがいるんでね、ぜひ彼もね、一回吟味してもらいたい。 すごい気あるから。うわあ、うん。彼が来るってことは？もちろん。ヒライム、え、キー。いやいや、おかしいやろ。どんなふりしてくんねんな。怖いわ。セットで。セットでやけど、振り方おかしいでしょ。絶対セット。俺も。なんで俺一緒にやんや。俺も入れてくださいじゃん。え？もしかしてゴージャスか？キリー。やってまうんかい。やるやったらもっと行こうよ。海賊だから。そうです。海賊だから。撮ってるでしょ今。そうですね。ぜひね、楽しい。いやでも楽しい。うん、ね。今週もそろそろ、え、いつからテレビでやるの？もう今日から。今日から。今日から。うわ、見たいな。見たい見たい見たい。はい。だったりとかですね。ああ、なんか出てる出てる、はい。あとですね、公式サイトの方でですね、お二人が、うん、まあこの大逆転裁判のまあ二大おすすめ要素であります、はい、まあ、共同推理と陪審バトルの方を簡単に説明。わかりやすくって書いてあるんですけど、大丈夫ですか？脇道それないですか？大丈夫ですか？基本それてます。基本ですよね。じゃあ楽しく解説ね。そうですね。うん、はいはいはい。説明してる時には。ザキヤマさん目線がカンペ見てます。しっかりと。そこはね。そうです。しっかりと見てますけど、うん、まあ、そういうところもね。はい、外さないようにしようと。感じにね。公開の、うん、ね、そこら辺もね。はい。今のうちに見に行っていただければと思います。